アメモスコチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、のぼです。はい、珍しい2人でやってますけど、何だったかのコメントでですね、自分とジャーニーさんいつもサイズ2を着た、サイズ3を着たとかじゃないですか、そこでサイズ1のこう着た感じも見てみたいということで、今日はのぼさんに出てもらって、まあ、着たらどんな感じかっていうと、ようやく出番ですね。出番が来ました、ね、サイズ1担当のぼうがね、そうそう、サイズ1担当、はい、ということで、そう、ようやく出番が来たということで、はい、今回はハドソン、今着てるハドソンの感じと、キングスですね、はい、これをちょっと、ね、1番を実際着てみて、その感じと、あとハドソンはサイズ2の方もこう比べてみて、まあ、どっちがいいのかなとか、まあ、どんな感じで違うのかなっていうのをやっていこうと、そうだね、検証してみようっていうことだね、そういう感じですね、はい、オーケーです、そういう感じで、はい、じゃあ行ってみよう。はい、じゃあ早速、はい、ハドソンのサイズ1から着てみましょうか。 OK です。その前に、のぼうさんの身長体重はいくつですか？162センチの、今ね、ちょっと太っちゃって62キロぐらいありますね。あら、太りましたねすいません、162の62キロぐらいってことで、そうです、 OK です。で、今ここにね、今日着てるのが、まあ、フィグベルのモックネックタイプの、はいはい、ハイネック T シャツと同じ、そう、薄手のね、まあ、これから春先ということで、はいはいはい、こういうスタイルに、まあ、着合わせていくイメージですね、うん、いいですね、はい、じゃあ早速、OK、着てみましょう。こちらハドソン1番です、サイズ1。じゃあね、着ていきます。まあ、開けたまんまだとこんな感じですね、ジャストって感じですか？そうね、やっぱ中が薄手だったらやっぱりジャストですね、やっぱこの身長体重で一番、程よい感じに、そう、まあ開けてればなおそうだし、まあ閉めても、まあ、結構この上の方だけ締めて、こういう着方よく青山でしてます。よくでもこうやって、まあ、襟もね、まあ、立ててみたりとか、はいはいはい、なんかいろいろアレンジはね、人それぞれお好みでっていう感じですけど、ちょうどいい感じですね。そうですね、まあ、ただあの太ったせいもありあのなんかこれね、トレーナーとかになると、もう前締めると力入れるだけでパターンっていったりはしますね切れるは切れるけど、やっぱきつさを感じるかなっていう、結構タイトな感じになると。そうですね、多分まあ、 僕みたいに体重なければ全然、ね、多分この身長って本当50キロ台ぐらいか、160センチ台だったら、まあ、60キロ普通はあんまないかな。しかも野呂さんはちょっとガッチリめな体格だから、まあそれもあるかな、ね、うん、ってことにしとこうか。そうですね、っていう感じですかね。ああ、いいですね、これはじゃあちょっと後でサイズ2を着てみてもらって、ちょっと比較してみましょうか。 OK です。じゃあハドソン1はこんな感じで、はい、次はじゃあキングス、あとちょっとさっきとはタイプが違ったジャケットだから、そう、さっきのはやっぱワークタイプで、こっちはまあがっつりは、ね、ライダースタイプっていうかね、ダブルのライダースになりますね。キングスの1番、サイズ1、サイズ1、お、いいですね。これが1番ですね。着た感じのこう、どうですか？これもね、薄着であれば、まあやっぱりジャストなんだよね、袖丈とかも自分的にはジャストですね。あ、そうですね、お、でもいい感じのサイズ感ですね、そのぴったりした感じ。そう、まあ、だからなんか本来もしかしたらね、あのライダースってこういうようなちょっとジャスト目で、やっぱなんか薄着でっていう方が、まあいつもお客様にはそういう風に
トークはさせていただいてますけど、かっこいいですよね、ぴったりな感じ、うん、やっぱりね、なんか気候のためにワンサイズ上げとくみたいなのは僕はおすすめしない派なんでなんかブログでもなんか調子こいて書いてますけどそうね、ブログね、お坊さんが書いてるあのサイズ選びの、ね、美学ってやつよね。まだね、そう、前半しか書いてないけど、うん、後半も書いてるんだけどまだアップしてないんだけど、うん、そういいですね、こんな感じですね、いい感じのサイズですね、うん、でもやっぱあれですね、そのライダースジャケットってさっきのワーク系なハドソンとタイプが違うけど、うん、まあ基本的には別モデルでも同じサイズでちょうどいい感じっていうことですよね。そうです、まあ、それこそブログにもね、書いてるし、これから書くやつ、アップするやつにもまあ書くけども、うん、まあモデルによってやっぱジャストだったり大きめでもいいモデルってやっぱ正直あると思うので、アナハイムとかね、そう、アナハイムとぶっちゃけ多分ね、こういうワークスタイルのハドソンもワンサイズ大きくても全然ありだと思う。確かに OK です。はい、このキングスはこんな感じですね。こんな感じですね。ほい、じゃあ最後ハドソンをサイズ2を試しに着てみましょうか。 OK です、少々お待ちを。はい、はい、はい、ハドソンのサイズ2、一応2番は、うん、おばちゃんが思う適正身長と体重って本来どう、何センチぐらいの人なんですか。まあでも170、うん、まあ、自分くらいじゃないですかね、ぴったりできるとなると170センチぐらいかな、170センチで60キロとか、うん、そのぐらいじゃないかななるほど、8センチありますよ激しい OK です、じゃあいきますよ、2番ですよ、これが8センチの差がいかに、こんな感じですかね。おー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 、パッと見ありっちゃありっす、ね、いや全然でも ね、羽織ってる方からすると全然もなんかねやっぱ余裕が違う、余裕、まあ、基本着丈はねやっぱ短めが好みっていうのもあるからあれだけど、多分一般的な人だったらこの着丈普通なんだろうね、うん、結構好みでどうかなってレベルですね。そうですね、ね、うん、僕の身長でももしかしたらなんか肉付きがいい人とか肩がちょっと基本大きめにきますみたいな人だったらこっちの方がいいっていう人もいるのかな、うん、まあ、ちょっとねやっぱ袖は少し、まあ、ダメージはないレベルの長さだけど、まあ、あとハドソンはね結構こうやってまくっちゃうこともおしゃれの一つとして可能なので、そうですね、うん、こういうタイプのジャケット結構ね、ライダースじゃなくてカジュアルなのだったら、うん、結構ワンサイズ上でもいけちゃうかな。そうだね、うん、結論そういうことなんだよね、うん、これとアナハイムはワンサイズ大きくても対応できると、うん、かっこよく着れますとですね、うん、アナハイムもねゴム入ってたり下のドローコードで調節できるから、うん、俺はまあ1個上とかでもいいのかなと。はいはい、はい、おー、いいです ね、サイズ1で悩んでる方ちょっと参考になればなと。僕と同じ身長ぐらいで体重がねもうちょっとね軽かったら全然一番でいいかな、うん、そうですね、お坊さんみたいにこの身長でちょっとがっちり体型だと2でもいい場合もあるかなっていう感じ。そう、まあ、だから僕で2番おかしくないんだよね。うん、そうですね、うん、ちょっと袖が長く感じるぐらいで、うん、まあそれ以外は全然これだったらそれこそ中にトレーナー着たりとか、うん、ニットを着込んで多分全然苦しくないので。そうですね、うん、なんかジャストめにやっぱり着たい中薄着で着るのがメインの人はやっぱり一番ですね。うんうんうん、OK です。はい、はい、ということでサイズ1動画、いかがだったでしょうかちょっとねキングスの2番のねご用意ができなかったので。そうですね、まあいずれねちょっと機会があれば2番との検証もまたね他のモデルとかでねやれる機会があればとは思います。そうですね、まあおばさんの身長体重の人だったら多分そのまま参考にしてもらってもいいでしょうし、うん、身長体重多少のこう前後でそれを参考にしてもらって、うん、お好みのねサイズで選んでもらうのもいいでしょうし。そうだね、うんうん、まあ、今までねなかったんでこのねサイズ1
だそのねまた一つ指標になったかなと。そうだね、なんかまあどうしてもねご試着に来れない方とかだけど、ね、どうにかこう通販したい人にねなんか参考になればね。そうですね、僕みたいにちょっと低身長のメンズがね、うん、どうでしょうはい、まあ、そういう感じでまたねちょっとサイズ選びの一つの参考にしてもらえればなと思います。ちょっとね、あの板のところ多々あったかもしれませんけど、今後ねクオリティがこの2人でもねバコーン上がるかもしれないからね。あれこの2人の方が初ですから。そう、ね、そう、お目に見てくださいよ。そうですねはい、そんな感じで、まあ、細かい相談とかがあれば、お電話いただいたり、はい、メールとかね DM でお問い合わせいただければなと思います。はい、こ、はい、んな感じで、アネモスコープチャンネルでした。また、はい、バイバイ。チャンネル登録、はい、高評価、あとはコメントですね。はい、はい、ぜひぜひお気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。コバが喜びますので出たそれではまた。また。